2020年、世界を覆い尽くした新型コロナウイルスによるパンデミック。日本も令和の鎖国と呼ばれる水際対策を行ってきました。現在、水際対策は緩和され、数多くの外国人観光客が日本を訪れています。2023年5月の訪日外国人の数は189万人を超え、観光地がインバウンド消費に活気づく中で、都内のあるレストランに外国人観光客が殺到していることをご存知でしょうか。天井までの高さが12メートルと開放感のある店内の中央には、両国国技館でも使用されている荒木立土を使った本格的な土俵が設けられています。この店は外国人に大人気の本格的な相撲が見られる相撲ショーを売りにしている店なのです。このように国内だけでなく海外でも日本の国技として広い認知度を誇る大相撲。そんな海外の相撲人気の中でも特に話題になっている力士が昭和最後の大横綱千代の富士です。千代の富士。ネット上のアンケートで女性が選ぶかっこいいと思う横綱ランキングで千代の富士は堂々の1位に輝きました。1991年の引退からすでに30年以上の歳月が経ってなお多くの女性の心をつかむ千代の富士。2022年、 SNS では相撲に詳しくなく千代の富士の存在さえ知らない若い世代の中で現役時代の千代の富士の姿がかっこいいと話題になりました。眼光鋭い端正な顔立ちは男性としての魅力にあふれており、相撲を知らない人たちさえも時代を超えて魅了したのです。そんな千代の富士は現役時代ウルフフィーバーを巻き起こし、多くの日本国民を熱狂させました。相撲界のスターと呼ぶにふさわしい千代の富士ですが、その相撲人生は決して平坦なものではなかったのです。後にウルフと呼ばれる負けず嫌いな少年は1970年に初土俵を踏みました。しかし100キロに満たない小兵力士でありながら力任せな投げ技を多用する千代の富士は土俵上の勝負以外にも怪我との戦いを余儀なくされます。怪我さえなければ幕内上位にいる人だと思う。ウルフと言われる鋭い目はいつの日か土俵の天下を取るものと見ていると、そのポテンシャルは高く評価されながらも肩の脱臼に苦しめられ、思うような出世は叶いません。この不遇の時代を千代の富士は徹底した肉体改造によって乗り越えます。弱点であった肩脱臼を防ぐため筋肉の鎧をまとった千代の富士は飛躍的に番付を上げていくのです。1981年、この1年で千代の富士は関脇、大関、横綱と駆け上がり、その全ての地位で優勝を飾るという離れ技をしてみせます。この千代の富士の活躍に日本列島をウルフフィーバーが席巻しました。力士としての圧倒的な強さはもとより、鍛え上げられた肉体と端正な顔立ちにより、普段は相撲を見ない女性や子供たちの間でもアイドル的な人気を博したのです。多くの懸賞がかかる千代の富士の取り組みでは、いつも懸賞機が土俵を参集していたり、当時の大ヒット漫画に千代の富士をモデルにしたキャラクターが描かれたりと、その人気を裏付ける数々のエピソードが残っています。通算勝利1045勝、幕内優勝31回という大記録を打ち立てた千代の富士は、人気実力とともに誰もが認める昭和の大横綱です。そして大横綱はその去り際さえも絵になるものでした。1991年5月場所初日、国技館に詰めかけた100人近い報道陣は千代の富士と新進気鋭の力士との初対戦を今か今かと待ちわびていたといいます。国民の注目を一身に集めたこの一番こそ昭和最後の大横綱千代の富士と、後に平成の大横綱と呼ばれることになる18歳の貴乃花の取り組みでした。若い貴乃花の勢いに寄り切られ、土俵を割った千代の富士。負けた千代の富士の表情は微笑んでいるようにも見え、二人の勝負は今も相撲史のみならず日本のスポーツ史に残る新旧交代の名場面として多くの人々の心に刻まれています。昔も今も私たちの心を掴んで離さない千代の富士ですが、彼の人気は日本だけのものではないのです。
千代の富士に対する海外の反応。皆さんは海外の人たちが相撲を見る機会が意外に多いことをご存知でしょうか。まだネットが普及していない時代からヨーロッパやアジア、オセアニア地域、北米や中南米など世界各地で大相撲が放送されていたのです。また決して機会は多くありませんが、生の力士たちの取り組みを見ることもありました。相撲界は古くは1960年代から海外での巡業や公演をしており、北米やハワイ、中南米、ヨーロッパ、中国など実に多くの国や地域を訪れているのです。実際に1980年代のイギリスでは相撲ブームが起こり、現地の小学生たちが相撲を取るという光景も見られたというのだから驚きます。中には1980年代のバブルを迎えた日本を留学や仕事、旅行などで訪れ、実際に相撲を観戦して相撲ファンになった外国人も少なからずいるようです。ではこのような海外の相撲ファンは千代の富士をどう思っていたのでしょうか。いくつかのコメントを紹介します。彼は私のアイドルだった。彼が大きい相手を打ち負かすのは本当に楽しかった。彼の絶頂期に日本にいられたことは幸運だった。彼は相撲にとって完璧な肉体と頭脳を持っていた。彼は本当にすごかった。巨漢をバシバシ倒してた。初めて日本に来た時に彼を見て日本の相撲の魅力に取りつかれたんだ。いかがでしょうか。どうやら千代の富士の勇姿に憧れたのは私たち日本人だけではなかったようです。海外の人たちの声を聞いていると、彼らが千代の富士のスター性に強く惹かれていたのがわかります。また意外なところから千代の富士を知ったという外国人もいるようです。1991年、千代の富士が引退した年にリリースされたゲーム、ストリートファイター2。このゲームの中には千代の富士をモデルとしたキャラクターも登場しているため、千代の富士と聞くとゲームのキャラクターの名前が真っ先に出てくるという海外のファンもいるようです。もしかしたらゲームから日本文化に触れ相撲を見るようになったという相撲ファンもいるのかもしれません。いずれにせよ、従来の力士のイメージを覆す千代の富士の筋肉で覆われた鋼の肉体や端正な顔立ち、そして国籍や人種、文化を問わず多くの人々の心をわしづかみにした大きな敵を力強くなぎ倒す勇姿は今も色あせないのです。我らのヒーロー。2016年7月31日、61歳で千代の富士はこの世を去ります。人生100年時代と言われる今日、その旅立ちはあまりにも早いものでした。千代の富士との早すぎる別れを私たちが忍んでいる頃、遠く離れた異国の地でも偉大な横綱の死に多くの追悼コメントが寄せられたのです。ヒーローが言ってしまった。61歳は若すぎる。彼の横綱の姿は忘れることができない。彼は本当に伝説だ。すごく悲しい。彼は真の横綱だったし、史上最高の横綱だ。このように千代の富士を悼む海外の声は私たちと変わりません。そして稀有な横綱であった千代の富士には今なお数多くの伝説が残っています。並外れた身体能力を誇る千代の富士は中学生の頃に出た陸上大会で優勝。オリンピック選手でもいけると言われるほどでした。漁師の家に生まれ、幼い頃から家業を手伝っていたためか筋肉質で、中学生の頃に受けた盲腸の手術では腹部の筋肉が硬すぎてなかなかメスが入らなかったといいます。メスが入らず手間取ったせいで麻酔が切れ始めた中で行われた手術に、執刀医も千代の富士の我慢強さと強靭な肉体に驚いたそうです。しかし15歳で角界の門をくぐった千代の富士は当初肩の脱臼癖となかなか体重の増えない体に苦労します。その解決策として選んだのが体を鍛え筋肉を増やすことで怪我を予防し体重を増やすというものでした。徹底したトレーニングと稽古の結果、入門当初わずか71キロしかなかった千代の富士の体は120キロを超えるまでになり、筋肉に覆われた強靭な横綱の体へと変化したのです。こうして手に入れた鋼の肉体は驚くほど強靭で、
その硬い筋肉によって多くの力士を震え上がらせました。中でも一番の稽古相手だった琴風は、立ち合いで当たった千代の富士の胸の硬さに、鉄板みたいな硬さ、痛くて痛くてね、と漏らしています。他にも寺尾は初めて千代の富士と対戦した際に、硬い、なんじゃこりゃ、こんな硬い体の人間がいるのかと感じたと語っているのです。彼ら以外にも、胸を貸したら相手力士の額が割れたなど、千代の富士の筋肉の強靭さを物語る数々のエピソードが残っています。千代の富士を昭和の大横綱と言わしめた肉体は、血の滲むような努力の結晶でした。いかに千代の富士が稽古に真摯に向き合っていたかは、彼と同時代を生きた力士たちは皆知っていたのでしょう。寺尾も僭越ながらと前置きしながら、千代の富士を努力の天才だったと語ります。天性の才覚と不断の努力が国内外の相撲ファンを魅了する千代の富士を作り上げたのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。